いいなおかついいなおかつは、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての不代大,大名。徳川氏の家臣。大三沢山藩主。後に、上野安中藩初代藩主。なおかつ家陰子初代。天正18年、徳川四天皇の一人、いいなおまさの長男として、東東海国浜松で誕生。慶長7年、父、なおまさが、関ヶ原の戦いの際におった、 鉄砲症が原因で病死すると、その後を継いで、助は山藩主となり、なお、自活ぎと改めた。慶長8年から徳川家康の命を受け、西国に向けての防衛拠点としての彦根城の築城に取り掛かり、慶長11年に完成すると、沢山城から彦根城へ居城を移した。ただし、自活ぎは、実質的に、 彦根藩主の地位にはあったが、家督の継承者としては文家の初代として、本家の歴代当主としては数えない。若年のためしばらくは家老が政務を代行していたが、もともと個性の強いものが多かった配下の家臣がまとまらず、また、徳川家の直臣から直政の宿り聞きとなり、家康の命でそのままいい家の家臣とされた、月人と称された重臣の中には、直次と合わず、 機会があれば再び旗本に戻りたいと願う者もいた。ため、家中で内部対立が深刻化した。家康は、木又守正、鈴木重良氏の両名を過ろうとして、実家継ぎを補佐させる方針であったが、慶長10年には、月人の向く原正直、を、西郷獣院を中心とした家臣団が、鈴木重良、銃、辰夫氏の不正を家康に直接告発したために、 シ吉が追放され、慶長十五年に、木又守勝が亡くなると、自家次は、家康の了承を得て守る勝の養子、森康ではなく鈴木和時と、倉原正直を過労に任じたものの、不死揃って、家中の人望を得ていた木又家の排除赤歌たちを動揺させた。また、生来病弱であったため軍役にも参戦しないことがあったという説もある。そのため有料した家康が、 事態の収集を図り、いい谷以来の家臣は、直継ぎに、甲斐、武田氏の維新などは、伊伯帝、直隆に配属された。また、いい家の領地の内彦根は、直隆、上野安中は、直継ぎの領友とされた。慶長19年、大阪の陣が始まると、愚鈍であったため江戸に押し込められていた直継ぎの、名城として、家康は直隆を、いい軍の大将に指名し、直継ぎは、 あんなかの関所警護を務めた。大阪冬の陣後、家康は期待に応えた働きを見せた直高に正式に一種の家徳を継がせ、自家継ぎは上のあんな藩三万国を分治された。この時に自家継ぎから直勝と名を改めた。家の家徳の交代は公式には直継ぎの病弱を理由としているものの、当時の家は家康の直接統制下に置かれていたとされ、自家継ぎ、 直おた間の家臣団の分割についても、家康の命を受けた幕府年寄よりが決定したとされている。このため、実際には、直次と月人の対立などで、家康から家中を統制する、器用がないと判断されてしまった直次が、当主の座から追われたと見られている。寛永9年に隠居して、長男、直義に家督を譲る。直義は、商法2年に、 三河国西を藩、万治2年に、東東海掛川藩に違法され、隠居であるなおかつもこれに従った。漢文2年7月11日、東東海掛川城で病死した。去年73、病弱と言われていたが、結果として伊宗家の家督を継いだ直高より、長命であった。子孫は、掛川から、越後国よいに移り、よい藩として幕末まで続いた。慶長八年、 いい直次ぐは、彦根城を築城していた。工事は、順調に進んでいるかと思われたが、肝心の天守の築造で、工事の遅れが出てきた。側近は、人柱を立てることを申したが、自家次は、人柱など立てても、工事が進むわけではないと首を縦に振らない。工事の遅れだけが積み重なり、ついには不審奉行の娘、菊が、人柱として名乗り出た。 菊が人柱とされた後は、工事は順調に進み天守は天守台に据えられた。工事が滞りなく進んだお礼をしたいと不審奉行を呼び寄せると、そこには菊の姿があった。自活ぎは人柱を入れた箱をカ箱とすり替えていたのだった。ありがとうございます。